ました。続きまして、福島県議会議員宗像保様よりご挨拶を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました宗像保でございます。挨拶も最後の頃になりますと種がほとんどありません。紫陽花の残った種を拾ってご挨拶をさせていただきますと、昨年議会の調査で沖縄へ参りました。朝新聞を広げました。須賀川市長沼町奇跡の紫陽花、沖縄の日刊誌に出てたんです。こんなびっくりしたことはありません。私は早速それを保管して商工会の方へ届けさせていただきました。確実に広がっているんだなということを私自身も感じておりました。残った種はもう少しあるのは、今日もここは須賀川の西の外れ、あるいは東に行きますと小寺さんというお寺のところに紫陽花のイベントをやっておりまして、今日も代表者が来ておりますが、連携していく必要がある。この須賀川の東の山にはよもぎだ岳という1000メーターぐらいの山がございます。その陰で平田村がいわゆる芝桜のジュピアランドということをやってますが、今その隣に世界のアジサイを植えようということで一生懸命やってます。行きましたら村長さんがいらっしゃいました。ぜひそういうわけで、俺んとこがだけでダメだと、この現場先生がおっしゃったように、やっぱり輪を広げる、ルートを広げる、アジサイだけで素晴らしい地域づくりができる、こういうことであります。この藤沼湖から流れた一滴の水が長沼の須賀川の田畑を潤します。須賀川の復興に、そして福島県全体の復興に、東日本大震災を乗り越えて未来へ向けて本当に奇跡を起こせるように、この海岸スタートにしていただければと心からご記念を申し上げまして、ご挨拶にさせていただきます。今日はおめでとうございました。ありがとうございました。